すごい、電源が切れたみたいにまた動かなくなっちゃった。とりあえずまた進みます。ちょっとごくりってなるシーンでしたね。キテレツな演出よ。持ち上げられ、それは持ち上げられるのか。うわすごい。あ、また外に出た。工場の中みたいなところからまた外に出ることができましたね。森はもう抜けたってことでいいのかな。うん、まあそもそもやっぱりどこに向かってるってどこから来たのかも分からなければどこに向かってるのかも分かんないですけど、人が並んでる、みんななんかだらりとしてますね。まあ一応まだ立ってるから意識があるってことなのかな。まあ、死んではなさそうですよ。何すんだろう。ああ、あれに、あのチェーンみたいなのに捕まればいいのね。いいよっと、鎖でもいけるか。あーすごい、身体能力はかなり高い。こっちかな。体触れる？あ、これ向き逆だったかな。え、後ろ向きにも飛べる？どうだろう。もうちょっと振った方がいいか。いいよ、ここだ。おお、ナイスナイス。窓だ。あ、あ、ん？開かない？開く？あ、開いた開いた。ちょっと立て付けが悪いけど開いてる。あ、またひよこの声がする。あ、ひよこじゃない。あ、飛んでっちゃった。うわー、なんだろう、なんかどれもこれも絵になるな。うん、よいしょ。さて、また何かの建物に入っていってますけど、よいしょ。うん、綺麗ですよね。グラフィックのタッチが、まあ、こういうタッチで書かれてるんでしょうけど、お、それで音が、まあ、基本的にはすごく静かで、少年の息とか足音とかこういう物を動かした時の音とかをしっかりと感じることができますね。これ何してんだこれ。ん？あ、これレバーでなんか。おお。少年の腕の動きがちょっとだけ面白いけど、これ上げてっていいのかな？限界か。あ、それで向こうから行くってこと？よいしょ。よっ。これ届く？いっ。ああ、届く届く。素晴らしい。よいしょ。で、これを、ああ、落として、あの、下の木のやつを。なんか、コードついてるけど。うっ、あ、ちょっと、トラップ。そして、上から落ちて、死んだシーンは見せない感じなのかと思ったら、普通に見せてるしな。それはなんか、グロテスクだから隠すのかなと思ったら、そんなことはなかった。普通に見えてた。ぐにゃぐにゃになってたな。これちょっと押し、ちょっと押し、これ、戻る戻る戻る。よし、オッケー。で、これ下降りて大丈夫かな。よ、そのまま降りても大丈夫そう。これ大丈夫？この高さはいける？どの高さがダメなのかちょっと分かってないと今後良くないような気もしなくはないんですけど、これ降りていいのかな。下どうなって、おお、地下室みたいな。ん？開かない？ああ、開いた。なんだ？あ、またあるプラネタリウムみたいなのが。ん？これまた引っ越していいの？うん、黄色いコードにつながれたプラネタリウム的な機械をさっきから壊してはいますけど、これ何なんですかね。
なんか何かに繋がれてますけど、上の方に行ってるな、コードは。なんか電源落として進んでるってことでいいのかな。あ、またある、あのノウハウを共有する機械が。なんだこれ。ん？あそこの扉が開いた。ジャンプ。いや、この重低音というか、ちょっとわかります？この音。なんかブーンってうっすら聞こえる感じ。ん？どこだ？あ、いた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 。ああ、あっちに人がいたのね。ん？何してんだ？あ、電気、ん？なんか右手の電気が白になったり。ん？ああ、わかったわかった。これか。スイッチ。ああ、なるほど。スイッチを踏ませなきゃいけないっていうことか。降りて、一回降りて。で、これ、閉めよう。よっと。それ大丈夫かな？大丈夫？ああ、それは避けてくれるんだな。で、もう一回入れて、こっちだな。こっち壁に当たるようにして、これ同じ距離じゃない？これ。よーし、開いた開いた開いた。これで OK？ ジャンプ。じゃあ降りて。なるほど。いやー、まだ慣れないというか、ゾッくっとしますね。はい。ということで、さらに奥に進んでいきます。地下に行ったり、地上に行ったり、外に出たり、施設に入ったりと、いろいろありますけど、これ左手どうなってる？あ、左手は何もなさそうですね。うん。なんかでも開発と、あ、屋上か、今これ。なんか施設もなんかそこまで設備が整ってるっていう感じでもないんですよね。C って書いてある。うん。あれ？なんか歩いてってるな。これはどうだ？ジャンプしなきゃいけなくない？いいよ、大丈夫。わあ、オッケーオッケーオッケー。素晴らしい。絶対将来スポーツ選手かなんかになった方がいいと思う。体を使う仕事もバッチリ務められるぞ、きっと。よっと。あー、しまった。いや、うわうわー、なんていうか、こう死んだからってなんか特別な音楽が流れるわけじゃなくって、本当に少年がただ生き絶えてしまったっていうような感じが。すごい姿勢で歩いてってるな。あれも例の無気力人間か。ぐてんとした人間のことを無気力人間と呼ぶことにしましたけど。よっ、ジャンプ。お、大丈夫か。大丈夫、よし。だからこれあれだ、ストーリーとかないのか。ストーリーとかっていうか、あの、うだ、嘘、やば、やべやべやべ、大丈夫か。セーフ。その人のセリフとか、なんか物を本を読んだりとか書類を読んだりっていうことがないゲームなのかも。そういうことかな。今さら気づくっていうね。誰かが喋ったりしないんだこれ多分。なんでこの無気力人間がいっぱい歩いてってんのかは全然わかんない。こいつらには見つかっても大丈夫なのか。てか見つけるっていうか、意志がなさそうに見える。自由意志というか。本当に人形みたい。よし。入れそう？あ、入れた。またこういう下り坂だ。ジャンプしとこ、とりあえず。うわぁ、大丈夫だ。ナイス着地。
こっちには行けないからはしご伝っていくかな。届かない。これはしごの向き変えられる？これ押せる？そっちから。ああ、押してくれる。ナイスナイス、素晴らしい。よっと。お？なんだこれ。ん？でもこれのレバーなんだろう。引いた方がいいか。あ、電気がついた。あ、待って待って、なんか怯えてる。ロボットに見つかってもいけないんだ、この柱の影。今だ、行け、頑張れ。あ、しまった。おお、え、電源を入れて、よっと、隠れて移動して、どうしたらいいかな。この時間で行けるのか。あれ開いてないよね。開けられる？どう？うわ、やば。あ、開かない。マジ？なんかタイミングが悪いのかな。もうちょっとギリギリのタイミングで行かないといけないのかも。あ、ちょちょちょごめん少年って感じはします。あ、分かった、先に開けに行くんだ。あの扉自体は開けられるのかも。そうだそうだ、なんでそんな簡単なことに気づかなかったんだ。これ自体は上げられるだろう。そもそも上がらないってことはないはず。よしよし、なるほどね。ちょっと待ち、うわ、みんな繋がれてる、あのぐるぐるのバネに。よいしょ。でここで隠れて、でうまく暗闇の間をくぐって、よし、いけいけいけ、スイッチオン。なるほど。なんだ、なんか心臓の鼓動のような BGM が少しだけ聞こえる。着いた。 OK。 ごめん、なんか4回ぐらい倒してしまった。ん？なんかカラ、ハト、ハトか？ハトじゃないな。なんだろう。なんか食べてる。え？ここ滑ったりする？大丈夫？大丈夫だ。着いたぞ。う、あ、あ、やばい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 。うわ、落ちちゃった。うわ。やべ。うわ、しかも、やばいやばい。なんか、カメラに見られてる。あ、なるほど。こいつらの真似しようってことだな。うわー、緊張する。ちょっと危ね、歩きすぎてる。すごい怪しいやつっていうか、怪しい動きをしてるってことでカメラがついてしまってる少年に。なんかしてる。なんかジャンプしてるぞ。ああ、あの黄色い線を越えたらジャンプしなきゃいけないってこと？次ジャンプしなきゃいけない？危ね。もう一回か。あの黄色い枠越えたらもうジャンプしなくていいの？そうっぽい。だからここで終わりだ。なんだ、すごい人が見てる。なんか奥で、え、赤ちゃん抱えた人もいるし。何？次は後ろ向くっていう。子供連れもいる。わ、これタイミング難しいぞ。あ、やばいやばいやばいやば。なんか光ってる光ってる。怪しい動きみたいな感じで監視カメラが光ってる。もうちょっとタイミング合わせないと。よしよし、いけたいけたいけた。オッケー。
カメラ気にしてる。まあ一人だけこう赤いロンティー着てるってのはちょっと怪しいけれど。ロンティーって言うのかな、今でもっていうか。犬だ。大丈夫か？犬がいると思う、奥に。あれ？吠えてる。やばい。大丈夫？あー、よかったよかった。あー、ちょっと、うわっ！いって！え？あれは、あいつらじゃないのか。無気力人間。やばい、犬を追ってくる。ちょっと待って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 。届く。あ、届いた。あれ、これ何？あ、上にいる人が、人っていうか無気力人間が、どうしたらいいんだ。なるほど。いや、ちょっと待って、これほんとすなんて表現したらいいんだろうな。すこの雰囲気はちょっとやばいですよね。着いた。じゃあ降りよう。ありがとう。ん？あ、まだ続くのか。なるほど。赤い箱かな。押さえて次に進めばいい？よっ。ああ、でもそうしたら届かなくなっちゃう。なるほど。わかりました。あそこで降りなきゃいけないんだな。二度手間。よっと。まあ、この辺でいいや。よいしょ。でもう一回動いてくれるかね。よっと。このなんか押したり引いたりしてる時の、歩いたりしてる時のこの少年の動きがね、なんか、すごい奇妙な感じなんですよね。いやー、これは、いやー、まあ雰囲気はいいですね、今のところね、本当に。よっ。ただストーリーラインがちょっと気になるかなとは思います。どういう話なんだっていうところはありますね。これいい、そのまま進んで。よしよし、いけてそう。うん、あれ、これそのまま進めないよね。上にもう一個ある、この脳波を共有する機械が。ああ、少年降りられるのは一回ここ。あ、でもこれ絶対落ちちゃダメだよな。ん？なんだ？どうすんの？ジャンプできる？あ、できる。これこいつつなげられることできんのか。よっ。あ、入った。おお、もう一人出てきた。え？これ、下ろして大丈夫？これ、降りたら、どうなる？少年も落ちるか。あー、落ちちゃった。ごめん。一緒に落ちるんだな。その、接続した順とかじゃないんだね。悪かった。じゃあこれ繋いであげて、どうしたらいいかっていうと、戻ってあのスイッチ押せばいいか。よっ。で一回降りる。あ、でも一回降りたら、あー、なるほど、そうかそうか。もうこの2、この1人目のやつがこれ脳波を共有する機械から外れちゃうから、2人目のやつはもう動けないんだ。なるほど、そういうことか。おー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 、これ下のやつにはバレてないか。バレてなさそう。そこにレバーがあるから引いてもらっていいかな。あー、開いてる。なるほど、
多分ちょっとこっちの方に動かなきゃダメだな。で、人をこの無気力人間を動かしてレバー押してもらって、少年解放よっ、オッケー、いけた。はい、まあこの辺りで一旦区切っておきますかね。ちょっとプレイの方気になってやめられそうにないですけれども動画はここで一旦切っておきたいと思います。で、セーブの方はオートセーブみたいですね。なんか日本語化されてるのはこのメニュー画面だけという。だからロードで見ると、まあ、こういうそれぞれのチェックポイントでセーブがされていくようです。そうみたいですね。はい、まあ、ということでインサイド動画一旦この辺で終わっておきたいと思います。いや、これ続き気になるな本当にすぐまた動画を撮り始めてしまうかもしれませんけれども、はい、今回も見てくれてありがとうございます。またお付き合いしていただけると嬉しいです。ではまた。